こんにちは。今日のトピックは、亀の散歩についてです。私も以前、秋のお天気のいい日に亀子さんをベランダ散歩したことがありますが、散歩の時の注意点っていうのがホームページで挙げられていらっしゃる方がいましたので、そのことをお話ししたいと思います。まず、田んぼや畑、用水路の近くを散歩するときは、農薬に注意っていうことで、その近くに生えている草にも農薬の成分があったりとかして、亀さんがそういう草を食べたかったらちょっといけないので、農薬に注意しましょうって書いてあって、他は街中だと人や動物がいて、他の動物やたくさんの人は亀のストレスになっちゃったりするので、これも注意した方がいいって書いてました。あと、悪天候の日や、とても寒い季節は NG っていうことで、亀は変温動物ですので、寒い日だと風邪をひいたりします。あと、亀さんが散歩する時、ベランダでもそうなんですけど、目を離さない、怪我や落下など注意しましょうっていうことです。運動不足解消のためにお散歩はさせたいんですけど、こういった点に注意して散歩すると亀さんも良さそうです。今朝のトピックは亀の散歩についてと、その際の注意点についてでした。ご視聴ありがとうございました。